右手のですね、ちょうど手首の靭帯というんだそうですがね、はあ、その靭帯をちょっと痛めたという診断ですね。ね、で、病院には行かないそうです。そんなに重くはないということでね。なるほど。ということは、まあ、場合によっては明日のゲーム OK かもしれませんね。そうですね、あの一番怖いのは明日晴れが出なければいいんですけど、ね、そうですね、はい、今晩から明日にかけてね。アウトでランナーがありません。8回の裏、実は須藤さんね、斎、はい、藤対ジャイアンツ打線を調べてみますと、篠塚が7打数の4安打5割7分1厘。これは大きいです ね、 ねこの勝負どころですから ね、 ね、このホワイトは7打数でヒットなしなんですね。それからその他は原がやっぱり9打数でヒットなし、中畑が12打数の5安打で4割1分7厘、いい人と悪い人がこれ極端ですね。そうですね、おそらくあのホワイトの場合にはチェンジアップ、原の場合には左右の高低の揺さぶりということでやられるんじゃないでしょうかね。タイミングがもう本当に合いませんね。やっぱり世の中にやっぱ相性っていうのありますね。あるんですね。まあそして原。